おはようございます六時になりました NHK ニュースおはよう日本です緊急地震速報です強い揺れに警戒してください緊急地震速報です強い揺れに警戒してください緊急地震速報です 福島県、宮城県、山形県、茨城県、栃木県では強い揺れに警戒してくださいテレビの画面は福島県いわき市の現在の様子ですカメラが左右に揺れています NHK の各放送局からの情報によりますと先ほど午前6時ごろ東北地方で揺れを感じました震源が海底ですと津波の恐れがあります海岸や川の近くからは離れてください緊急地震速報です 福島県、宮城県、山形県、茨城県、そして栃木県では強い揺れに警戒してください。NHK の各放送局からの情報によりますと、先ほど午前6時ごろ、東北地方で揺れを感じました。そしてテレビの画面は東京電力福島第一原子力発電所を捉えています。カメラが左右上下に揺れています。また東京渋谷のスタジオでも現在揺れを感じています。揺れが強い地域の皆さん、落ち着いてください。今、震度の情報が入りました。 最大震度五弱です。福島県浜通りで最大震度五弱を観測しました。えそして五弱の地域が追加されました。改めてお伝えします。震度五弱、福島県中通りと福島県の浜通りです。震源が海底ですと津波の恐れがあります。海岸や川の近くからは離れてください。震源が海底ですと津波の恐れがあります。海岸や川の近くからは離れてください。各地の震度です。震度五弱、福島県の中通り。 福福島島県県県県の浜通りでですすままた震度4を宮城県や山形県福島県など広いい範囲で観測しています今震度5弱の地域が追加されました茨城県の北部と栃木県の北部でも震度5弱を観測しました震源が海底ですと津波の恐れがあります今新しい情報です津波警報が出ました津波警報が出ました今すぐ逃げてください 津波警報が出ました。今すぐ逃げてください。皆さん、東日本大震災を思い出してください。命を守るため、今すぐ逃げ。